早稲田大学法学部の英語公表していきたいと思います。はい、これがヨゼミとカワイで回答が割れてますね。答えこれ1個にならないでしょ。2つできちゃうでしょ。そうで始まりました、もちチャンネル。さあ、今回なんですけども、早稲田大学法学部の英語公表していきたいと思います。ちょっと今年の問題はどうかなと思ったんですよね。いわゆるヨゼミと河合でも回答が割れてるものもあるし、答えも複数出ちゃうものがあったりしますね。まあ、見ていきましょう。最初、皆さん見てくれそうな、はい、大問4からいきましょう。空所補充いきましょうね。入らないものです、これ選ぶやつですね。アイなんとかハイキングエンダマンですね。ゴーハイキングって言えるので、大丈夫でしょ。スタンド ING も大丈夫ですね。我慢できない、ケアフォー、否定語ついていくかしたく、prefer は to do と prefer ing が混ざっちゃってるの D はダメ。The D。次。I am なんとか of repeating the same procedure every day. Capable of 問題ない。Be fond of. Keen of はないですね。Be keen on ing とか be keen to do. Be sick of. Be tired も言えますね。次。The teacher had to なんとか the answer. Check the answer 大丈夫。Explain the answer. Repeat the answer 大丈夫。Tell the answer ダメですね。Tell 人ね。Write the answer 大丈夫。これは簡単ですね。要は、they なんとか the development of the problem accelerated 大丈夫ですね。速度上げる、accept 大丈夫、accommodate 対処対応大丈夫ですね。accomplish 達成大丈夫。accounted とは言えません。account for とかは皆さん知ってると思いますけどね、あの説明するとかね。account 単体はダメ。次、would you be kind enough to write me a letter 問題ないですね。would you be willing to write me a letter 大丈夫。would you do me a favor for writing が無理ですね。would you do me a favor and write me a letter とかだったらいいけど。please consider writing 問題ないですね。consider ing。mind writing 問題ないですね。という感じです。どうでした？できました？正誤問題。はい。これがヨゼミとカワイで回答が割れてますね。Just as there is more than one reason to save a forest, there is more than one benefit to protecting the ocean. 間違ってるとこはありません。ヨゼミが D にしちゃってますけど、トゥー不定詞だと思ったのかな？ベネフィットが。これ、昔問われたことあるでしょ？他のところでも。benefit to ing で問題ないですよ。過去に出題されたことあると思いますけど。私はすぐ E を選びました。次、my father has come back from Myanmar yesterday. yesterday というのを載っている場合はきちんと過去形です。はい。現在完了は使えませんので、特定の時間と。だから A はダメ。こんなの簡単。次。smiling warmly, the stranger turned as if to speak to me. as if to do って大丈夫ですからね。なんとかするようにみたいなのは。これ、一つ目の長文出てました。ちなみに as if to do。But I lacking the courage to respond. kept on walking だけど、kept on to walking はおかしいでしょ。次、why are you concerned yourself? はおかしい。なんで B 動詞と動詞が混ざってるんですか？ why do you concern yourself? じゃない？はい。ということで、おかしいって感じでした。はい、続いて並べ替え問題いきましょう。あ、これは狙われるポイントだよね。2/3 of the global population will have problems accessing fresh water。まあ、この水がないっていうトピックが非常によく出るので、やりやすいですけど、この have a problem ing っていうのありますから、have trouble ing、have difficulty ing みたいなやつですね。だからそこを問うた問題ですね。意味でいけた人もいるかなと思います。で、次ですね。答えこれ1個にならないでしょ。2つできちゃうでしょ。the required electricity。the electricity required accounts for up to half of a plant's expenses。だから河合の回答2つ載せてましたね。ヨゼミは the required electricity だけ載せてましたけど。元の文章では the required electricity accounts for up to half ですね。でも the electricity required でも問題ないので、高知就職でも構わないので悪問ですね、これはね。続いて謎のやつ、絵があってその自由絵作とか絵作描きなさいって言われて、これ何のやつだか分かんないじゃん。これ何なの？これ椅子が最初に落ちてきて、その後にピアノが落っこってきてるってことなのかな。これから何を言うのか、これ描けんでしょ。こんなのこういう状況ですって描けるとかしてもさね、 What message you can read だから、一体何のメッセージがあるんだっていうのは非常に大変だと思います。まあ多分コメント欄とかにね、こうなんじゃないのとかっていうのは来てるんじゃないかなと思います。はい、書いてください。続いて前置詞を入れる問題いきましょう。3番のこれはまあ簡単ですね、レベルとしては。 It was the first time she had driven in Europe ですね。はい、ヨーロッパで。 And she was nervous about driving on the right ですね。これよく使ったな。 on the right, on the left どっちでね走るっていうの、日本とアメリカ逆なんでよく使いました。 She enjoyed the view as she drove down the street ですね。はい、まあこれは down the street ってよく使うね。 Until she heard the sound of thunder behind her driven by fear。 はい、 fear でこの運転のドライブじゃないですね。もうそれによってこうなっちゃうみたいなですね。 She accelerated and tried to drive out of the area. オブついてるから簡単ね。 As quickly as possible, she had never driven
at such speed、はい、スピードと at は相性がいいですね。これだ After around 20 kilometers, she was stopped by the police. ポリスに止められて、who gave her ticket for driving over the speed limit、はい、スピードリミットを超えているだから。で、その場合があって、30 kilometers per hour、はい、ということでスピードチケットを切られちゃったっていうやつでしょ。はい、これ簡単ですね。では長文いきたいと思います。結構厄介ですね。まあ毎回総計レベルでよしここまでいけたらもう大丈夫だろうっていうのがまあ早稲田の方と戦えるようになりなさいって言うんですけど、まあ今回結構きつかったんじゃないかなと思うね。はい。で、一つ目がレースに関してだって言いましたよね。これね、きついと。やはり日本人っていうのはあまり人種について考えたことがないから厳しいと。まあ今もまさに CNN でね、この黒人と白人についてすごくやってるので、今アメリカですごいホットなトピックなんてわかるんですけど、しかもこの人書いてる人ね、結構古い話だから、昔の俳優とかさ、そういうなんか映画とか出してくるからさ、余計に分かりづらいよね、私たちにはね。一問目は Dior Sir B か felt alienated from the standards of beauty that were set in her school。 これは、まあ、いけると思う。ちゃんと読めていれば大丈夫。次が The oppressive nature of beauty and gender helps maintain the status quo を知らないといけないね、現状ってやつね。で、次 Capital は、これはまあ Authority と Status は分かるので All of the above ですね。このマニーの部分を見つけられなくてもわかると思う。で、4番が割れてますね。Make people beautiful and to become beautiful as argued here means that で、私は A を選んでますね。だから可愛いと同じですね。Blacks can develop their own sense of beauty that is free of white bias。 そうですね、ホワイトの白人の人たちがどういうのを好むかっていうのから離れた美しさっていうのをですね、こう出していけるんだっていうのだと思いますよ。 C、 Some people can newly gain beauty status for external reasons but not everyone。 これそうかなって感じかな。まあ確かに B とか E は絶対違うけどね。うん、難しい。まあ私はもう予備校に対してるんで、別に間違えたところでって感じ。whiteness。あ、まあこれはいいはいけるでしょう。reinforces beauty and vice versa。美しさっていうのを強める。その美しさっていうのがまた、ね、その白さっていうのを強める。6番は HBCU ってところでね、he did not necessarily consider whiteness as a condition for beauty。そうですね、この、ついにこの黒人でもいいんだ。みたいなね、そういう話だったから。The definition of desirability is B, dependent on social context. そうですね。社会の状況によるって。これは分かんないとダメです。もう全体のことじゃん、これ。これはもうすごい重要な部分だからね。で、黒い表現の部分でどれがいいか。Which of the example? The way authority validates certain preferences as normal. D の 10th grade English teacher's reaction to the boy ですね。まあ、authority ががっつり出てるしね、先生だし。で、次が Which of these is least connected to the preferences that produce the existing social order. Author's mother の方は違うし、あの白人とかさ、この人たちが素晴らしいとか、こういう体型が素晴らしいっていうものと関係ないから、これはすぐいける。で、次もさ、Which of these serves as an exception to validate the system of oppression as meritorious?すごいね。meritorious 価値のあるですね。メリットって価値って意味ありますね。で、これが最初のこうルピターニョン号でしたっけ。なんか、ケニアとメキシコのハーフとかだっけ。なんかそういう人ですよね。で、次が、The line I was Sandy expresses author's realization that she had become an object of communityappreciated desire. そうですね。コミュニアリーダーはこう、そのコミュニティのものが受け入れているデザイアであるみたいな感じですね。これ表現がむずいよね。で、サマリーは簡単。これ C できなきゃダメですね。で、全体のトピックだから、ね。はい。で、in cahoots ですね。表現として。同じサイドにいて、こう、企んだりなんだりするときに使う表現で、自分が教えてた、当時の東大クラスのリスニングに入れてた。青学かどっかのリスニングで出たんですよ。BBC の教材から出てたんだよ、確か。で、それを、で、その、ノンネイティブが喋ってんですよ、それ。もともと。で、だから、文法とか間違ってて、それを直さなきゃいけなくて大変だった。教材にするときに。次、unattainable, unachievable は、これもよく出るね。attain と achieve の言い換えですから。まあ、超簡単。次、ビライとか出すんだね。まあ、ビライがわかんなくても、まあ、隠すとか偽るっていうのは、文脈でわかるでしょう。lie ってこれ嘘の lie ですから。で、off and on は簡単。これ now and then 時々でしょ。taken for granted も知ってると思うから assume to be 選べますね。次の長文読みづらかったと思いますね。まあ、いわゆるよくあるトピックなんですよ。この鳥がまあ一番多かったかな、場面としては。鳥とかが、この鳥の例えば歌っていうのが、それがイネイト、元からあるものなのか、それとも後からアクワイアするものなのか、nature vs. nurture ってやつですよね。それが
動物たちの話で出てました。で最初がノーベルプライズ in 1973のものっていうのは、もともとその能力っていうのが備わってるんだってやつね。 B ですね。これ重要なんですよ。結構ねトフルとかでもよく出るし、このトピック何回か読んだことあるんで。で2番面白いね。 Are capable of recognizing human beings and of responding to the way that humans treat them。 その人間っていうのが認識できるとかっていうのは、これまあ書いてあったから、そ読みにくいとこいっぱいあるんだけど、これはまだ読みやすいところに書いてあったと思う。で次が C ですね。 Explain the anthropomorphism って、これ何の授業かな、解説しましたね僕昔。人間っていうのがこうだから、同じように動物もこうしてるだろうとかっていう風に投影しちゃいけないっていうのはよくあるんですよ。これトフルだったかな、教えたこともある。Projection onto animals of human thoughts and feelings and how one researcher is careful not to fall into this trap。 こうなっちゃいけないんですよ。人間がこうだから、だから動物たちもこうなはずだみたいな風に思っちゃいけない。で次は4つ選ぶやつは、まあこれは3つはいけてほしいかな、ちょっとややこしいのもあるって感じかな。で空所に入れるやつは1は2選べて、2が not the same もいけると思うんだよね。これだから似てるとことか違うとことかいっぱい出てるから、ちょっとややこしいかもしれないね。で次は another complex example でしたよね。これがちょっとね D と迷う人もいるかなって思ったけど、まあ another ついてるからね、いけてほしいかなと。次意味ね、はい、ストレッチですね。そう、そこまで広げる、拡大なんですよ。拡大解釈っていうね、エクサジェレーション。inaccessible は簡単ですね。unable to be reached、 アクセスできない。で、次は single out、 これよく言ってるよね。ね、この授業でも言ってるし、動画でも多分言ってる、こう一つを選び出す。だからこれ carefully selected もいける。で次は、発音問題ですね。アクセントの意思と同じもの。recognition、 イの音でしょ。decision ですね。absent だか、えの音だか、C が違う。すごい、ののしりの言葉とか、めっちゃむずい表現だけどね。richer、stickers。で、次が breath だから、えの音か。nestling、predator、prefer だか、far だか違うね。sensory、D が正解で。次が group、process、あ、この時点でずれるね。prove だから、はい、B が正解。remove、root。はい。発作は簡単ですね。基礎です。はい、ということでなりました。いや、受けた人大変だったと思いますが、やっぱり法学部、ここと戦えるようになれば、社学の実力で倒せる問題とかっていうのと戦えるレベルになるので、ぜひ、ここのレベルを目指して、早慶目指す人はね、やってもらいたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.